はい、ルルカです。今回はね、年に一度のプライム会員、大感謝祭ということで、現在ね、プライムデーが開催されているんですけど、このプライムデー開催中にお得なキャンペーンが複数開催されています。その中のあるキャンペーンとあるキャンペーンを変容することによって、非常にお得にね、そのキャンペーンを使うことができますので、お得に購入することができる合わせ技のキャンペーンに関してお話していこうかなと思います。まず一つ目のキャンペーンなんですけど、こちら、プライムデー、10人に1人が当たるスタンプラリーということで、最大ね、5万ポイントが当たるキャンペーンになっています。まあ、こちらに関しては、Amazon プライムを試す等でスタンプを集めよう。6月30日までにスタンプを5つ集めて、最大5万ポイントが当たるチャンス。下記のスタンプをクリックして、それぞれの条件を満たそう。ということで、はい、こんな感じになっています。Amazon プライムを試す等して、スタンプを集めよう。スタンプを5つ集めると、下記いずれかのプレゼントが応募者の10人に1人が当たります。ということで、最大ね、5万ポイント。まあ、100名様に当たって、まあ、最低でもね、250ポイントもらうことができる。そんなキャンペーンになっています。で、詳細なんですけど、プライムでスタンプラリーということで、まあ、6月2日からね、もう始まってるキャンペーンになってるので、もうこれクリアして いる方もいると思うんですけど、ルルカに関しては残念ながらね、ギリギリでやるタイプになっていますので、まあ一応ね、この期間、6月2日から6月30日までに、このね、スタンプラリちゃんとね、制覇できるようにやっていこうと思っています。内容としては、5つのスタンプを集めて、抽選で最大5万ポイント獲得しましょう。以下、スタンプをクリックし、amazon プライム特典試すと押して、スタンプ集めてください。ポイントアップキャンペーンのエントリーは6月22日23時59分までですということで、エントリーに関してはプライムデー中にやらなきゃいけないという形になっています。一応ね、繁栄の方に時間かかったりするので、一応6月30日までに ススタタンンププが全部集ままれればな、OK、なな形ににっってていますすででこののラリーの内容になってるんですけれどはい、まずはね、ポイントアップキャンペーンにエントリーするということで、まあ、プライムデー中ね、ポイントアップキャンペーンやっていますので、そちらにエントリーする。まあ、あそれだけで反映する形になります。そしてその次が、はい、Amazon プライム配送特典の対象商品を購入する。Amazon プライム配送特典の対象商品を1500円以上購入して、スタンプをゲットするって形になっています。多分ね、今回のスタンプラリーで、一番ね、難易度が高いのはこちらになってるんじゃないかなと思います。もちろんね、Amazon プライム配送特典がついてる商品、何か 買おうと思っている方であればまあ、全然ハードルは高くないんですけれど、何も購入したくない人はいまあ、ね。このキャンペーンにエントリーするのに何も購入したくない人でどうなのかなと思うんですけど、あまり購入したいなというものがない方に関してこちらの方がね。ハードルになってくるんじゃないかなと思います。それこそね、amazon 会員であれば見たりね。こうやって聞いたりするだけまあ、それでね。スタンプが貯まりますので、ハードルってね。むちゃくちゃ低いと思います。もちろんプライム会員に入っていない方は今回ね。1ヶ月間無料キャンペーンとかやっていますので、ぜひそちらに入って対象になっていただきたいんですけれど、ということで。まあ実際的にはね。ハードルになっていうのはこの。 分の購入のみになっています。で、この1500円分の購入あるキャンペーンと合わせると非常にお得にね。クリアすることができます。そのキャンペーンどんなものかというとはい、こちらのキャンペーンになっています。プライムで対象ギフト券購入で500円クーポンプレゼントっていうキャンペーンになっています。まあ、これどういうキャンペーンかというと、まあ、非常に単純に言うとまあ、キャンペーンにエントリーして amazon ギフト券ですね。対象のものを購入すると、なんと後ほどね。500円分の amazon ギフトデジタルギフト券がね。もらうことができるっていうキャンペーンになっています。対象商品に関してはこちら記載されているんだけど。 商品券、タイプ、ボックス、タイプ、グリーティング、カード、タイプ、e メール、タイプ、印刷、タイプというものがあるんですけど、この中の実際に、ね、発送を伴うバージョンですね。この辺の4つですね。ルルカがね。以前購入したことがあるのがボックスタイプと呼ばれるものになっています。あまり知らない方もいるんじゃないかなと思うんですけど、amazon ギフト券、電子上のものだけではなくて、実際にこんな感じでね。カードで送ってもらうものもあります。そしてこのね。ギフトボックスってやつですね。このボックス、このボックスが可愛いんですよね。ルルカのライブで以前ね。紹介したことがあるんですけれど、ルルカに関してもね。たまにこの箱タイプのものを購入したりします。まあなぜか かというとね。まあ、値段の方も変わらず運ぶお得なんでまあ、とりあえずってことでね。購入したりするんですけど、あまり知られていないかもしれませんが、こういうボックスタイプだったりとかまあ、それこそ金券タイプみたいなものも存在するんですよね。amazon ギフトにはでそういうものに関してはアマゾンさんが送るのでこんな感じでね。値段の横にプライムっていうのがね。文字が入っています。プライムね。これプライムって入ってるものに関してはまあ、プライム会員の特定のね。送料が無料になるものになってます。ここにねまあ、無料って書いてあるんだけどね。このタイプのギフト券を買うと、こちらの amazon プライム配送特典の対象商品を購入するの？ 適用になります。その辺に関してね、Amazon ギフト券って、金券みたいなものなので、適用にならなかったら嫌だなと思って、サポートセンターの方に電話で確認させてもらいました。そうしたところ、夜中も過ぎて、むしろ朝方じゃねえのぐらいなね、時間に電話させてもらったんですけど、そこでね、サポートセンターに電話が繋がって、これ Amazon のいいとこですよね。サポートにすぐ電話が繋がる。っていうので、確認させてもらいました。ちょっとね、日本の方じゃなかったみたくて、確認するのにね、時間かかってしまったんですけど、ちゃんとね、確認の方をしてくれて、問題ありませんと。ちゃんとね、発送を伴うタイプのギフト券に関しては、こちらの対象になりますので、安心してくださいって。 ことで回答いただきましたので、今回のね。こちらのキャンペーン、まあね。購入するものがある方であれば問題ないんですけれど、ない場合に関してはこちらのね。amazon ギフト券ボックスタイプの購入をお勧めします。まあ、こちらを購入すればね。500円分の金券がもらえるので、1割増しで購入することができた。上にね。スタンプラリー対象にもなりますので、非常にね。コスパいいんじゃないかなと思います。しかもね。amazon ギフト券に関しては現在ね。有効期限10年です。はい、1年とか2年っていう有効期限があったらまあ、ちょっとどうしようかなと思う方もいると思うんですけど、10年間あります。なんでね。まあ、10年間あれば5000円ぐらい使うんじゃ。 ないかなって思いますんで。まあ今回のプライムであまりね。今回購入したいものないなと思う方に関してはこのね。ギフト券のキャンペーンも合わせて利用するためにこのねボックスタイプだったりとかまあ、金券タイプのね。amazon ギフトを購入するといいんじゃないかなと思います。まあ、こちらのねキャンペーン2つとも概要欄下のところに貼っておきますので、キャンペーンエントリーしないと対象になりませんので必ずね。キャンペーンエントリーした上で購入だったりとかスタンプラリー始めてみてください。あとね。まあ一応余談にはなるんですけれど、まあ、プライムで始まってね。話題になってるお得な商品があるんで、軽く紹介しようかなと思います。まずはね、エコードットですね。まあ さんが出してるスマートスピーカーってものになってるんですけど、こちらがね非常に安い形になっています。まあ、第3世代ということでまあ、ルルカも持ってるんだけど、1世代前のモデルってことでいいのかな？にはなるんですけど、こちらが4980がね1480円馬鹿安ですね。そして一応第4世代って最新モデルでいいのかな？こちらに関しては5980が1980円ということで、ぶっちゃけ最新モデルのが見た目もね。丸くてかっこいいのかなと思うのでどちらでもいいんですけど、とりあえずね。スマートスピーカーの方が安くなっていますので、スマートスピーカー欲しいなと思っていた方はこの機会にいかがでしょうか？そしてその次がね。fire HD 10。 の新型ですね。ルルカに関してはこの1個前のモデル持ってるんですけど、なんか新しいモデル最近出たばかりなんだけど、なんとね。6000匹になってるっていうことで非常にね。お得な価格で販売されています。ちょっとね。軽く見た限りではどうやね。ルルカが持ってるモデルよりもなんかね。ディスプレイが10%くらい明るくなってプラスなんか本体が7%少なくて8%軽くなったみたいです。だから、基本スペックはほとんど変わってないんですかね？ってなってるので、まあ、ルルカが持ってる。1個前の世代のものを持ってる方に関しては割ね。買い換える意味はないのかなと思うんですけど、まだ持ってない方に関しては実際ルルカもね。この5。 時点使ったことがあるとか持ってるわけなんですけれど、まあ、youtube 見たりとかね。まナローズ見たりとかまあ、軽いことをするのに何の問題もなく利用することできますし、それこそね。まあ、値段が値段なんでまあ、雑に使える安いから雑に使っていいってわけではないと思うんですけど、ルルカとかに関してはちょっとね。最近ジム辞めてしまったんですけど、ジムに行く際に裸のまま持って行ってね。そのままちょっと使うみたいな感じで。でまあ、雑に使えるっていう感じでちょっとね。ipad とかだと、そこまで雑に使えないかなっていう使い方ができて。まあ非常にね。丈夫だし、ね、値段も安いしいいんじゃないかなと思います。まあ、今回ね。amazon プライムに入っていれば、保存プライムビデオに関しても普通に。 できまして YouTube とかも見ることができるんで画面が大きいはね正義になっていますのでちょっとね大きめのタブレット持ってない方に関してはこの機会に購入してもいいんじゃないかなと思います。あとは Kindle シリーズのねペーパーホワイトとかがね安く販売されてる形になります。こちらに関してはねまあ、好きな方は好きみたいでまあ、ルルカもねペーパーホワイト持ってるんですよね。なんですけどぶっちゃけあんま使わなかったです。本が好きな人に関しては非常に見やすくて目が疲れなくていいみたいなんですけれどまあ、ルルカはねあんまりハマらなかったですね。これ買うんだったら Kindle Fire HD がね六千八百円で購入することができますのでまあ、そっちの方がね かはおすすめかなと思います本に特化したい方はまあいいんじゃないかなと思いますそしてまるがルル今回ね一番おすすめなのはこちらかなファイヤー tv スティック4 k っていうものになってるんだけどこちらの方が6980円が3980円になっています まあ、うちの実家に関してはね、4K タイプではないんですけど、なぜかルルカは1個も使ってないんですけど、うちの実家に、このね、Fire TV スティックが2つあります。はい。最初ね、うちのお母ちゃんに、前まで使ってたプ p TV が古くなったんで、まあ、Fire TV スティックでいいでしょっていうところで、設定してあげたんですけど、それを見ていたうちのお父ちゃんが、お父ちゃんも欲しいと。<laughs> netflix だったりとか、YouTube とかをね、テレビで見たいって言い出して、<laughs> もうん、わ、かったわかった。ということで、4K タイプじゃないものではあるんですけど、そちらのプレゼントしました。まあ、プレゼントしたところね、うちのお母ちゃんもお父ちゃんも超喜んでいました。もちろん、ね っありきになっているので、まあ、プレゼントしてもね設定するのちょっとねめんどくさかったりするんで設定まで込みにはなってしまうんですけれど、まあ、自分で使うのもいいと思うんですけど、まあそれこそね両親とかにこちらの設定込みでプレゼントするとめちゃくちゃ喜ばれると思います。値段もそんなに高くないのでねそれこそね父の日のプレゼントちょっと遅れたけどみたいな感じで設定までしてあげたりするとむちゃくちゃ喜ばれるんじゃないかなと思います。はいそして最後になるんですけど、まあ、ちょっと前だったらルルカも欲しかった AirPods ですね。AirPods の通常版と Pro こちらの方が非常にね安くなっています。ちょっと前だ。 というか、今、治ってはいるんですけど、またね、こういうの詰めてしまうと、すぐ外耳炎になってしまいますので、今、突然のイヤホンってものを使っています。まあ、そんな理由でね、前までは AirPods 欲しいなと思っていたんで、もうこのタイミングあったらね、多分買っていたと思うんですけど、もうすでにルルカ耳をやってしまって、購入することはできないんですけれど、このぐらいの割引で AirPods がね、売られることってあまりないので、まあ、そういうことね、Twitter のトレンドにも上がっていましたので、AirPods 前から欲しいなと思っていた方に関しては、大も狙ってみるといいんじゃないかな なと思いますはい、ということで今回はプライムデー中に2つのね、キャンペーンを合わせることによって非常にお得に利用することができるキャンペーンがありましたので紹介のさせていただきました。このね、年に一度のキャンペーンに関してはかなり短い期間しかありませんので、その間にね、できるだけお得なキャンペーン利用してみてはいかがでしょうか。今後もいろろな動画毎日更新で上げていきますので、よろしければチャンネル登録、いいね、コメントお願いいたします。今回も動画の最後までご覧いただきありがとうございました。